はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜便今日はこんなお話です。はい。 えーとですね、くつわさんから、えー、予告なしに荷物が届きましたということでですね、えー、今日はですね、まあ開封とですね、それからですね、まあこの、これがね、何が入ってるのかちょっと開けるところから撮っていきたいなというふうに思います。えー、実はね、これ僕中身もわかってるんですけど、なぜかというとですね、リアルに一回開けちゃったんですね。開けちゃって今止めてます。で、開けちゃった時の動画を撮りながら開けたので、えー、そこのところの動画をですね、まあこれからちょっと長 したいと思うんですけどいつも僕はあのチャンネルメンバーシップの方向けにリアル開封動画っていう動画をやってるんですよでその動画の中でですね本当に届いたやつをですねまあ初見で開けながら喋るっていう動画を毎回ちょっとずつ出しているので本当にね本編で出すよりもあのだいぶ前に こんなものが届いていてこんな感じだよと。で、詳しくはまあ後でね、検証しながらやるけどね、みたいな動画をチャンネルメンバーシップに入っていただいてる方にはまあ見ていただけるようにということで、ちょこちょこ上げてるんですけれども、まあそんなことをやってます。で、それで、あの、開けたんですよ。で、開けたらですね、中にですね、面白いものが入っていたっていうのと、あと開けた時の驚きがあったので、開けた時の動画を、えー、間に挟んで、 いきたいというふうに思いますということで今回はですねまああのそんな感じの、えー、この先が録画になるっていうねちょっとね変な感じになりますけれども、えー、開けていきたいと思いますはいこんにちは文具王です文具王のリアル開封動画えー、今回はですねえっ、ー、と予告なしで荷物が届きました靴はさんから届いたんですけれども私まだ中身を知りませんで知らないんだけれども 筆箱版っていうですね、なんかよくわからないこのラベルが貼ってあるのがちょっと謎でいい感じですよね。筆箱版ってなんだ筆箱版。ちょっと俺ニュースを、もしかしたらリリースがギリ出てたりするのかもしれないですけども、えっと、このね動画をね配信するのはもしかしたら、えっと、それのリリース出てからになるかもしれませんけど、なんじゃこりゃっていう荷物ですよね。 くつわさんしばらくね、特になんかこう、やりとりがあったわけではないんですが、こうね、送られてきたので開けてみたいと思います。はい。ババーン。はい。何でしょうおああ、そうか。これか。筆は小判だ。マジか。ははは。 これもしかしたらなんか本編の方にまたやるかもしんないな。えっ、ー、と、これは、あの、靴屋さんから届いたのがですね。えー、筆箱版。ということで、美味しい小判型あられが筆箱に入ってるんだな。これまたなんかキャンペーンやるんだな。日頃より弊社商品を愛好いただき誠にありがとうございます。えー、感謝の気持ちを込めまして、弊社クラリーノ製スーパー軽量筆入れそっくりの小判型あられ。 筆箱版をお送りさせていただきます。お楽しみいただければと。おうというのが来ました。ということで <laughs>、何が出てくんのかと思ったら、ね、筆箱版って筆箱の板なのかなとか、なんだろう、あのー、ねえ。 筆箱版っていう板とか、なんか、なんかって思ってたんですけど、新商品かと思ったところがですよ、商品じゃなくて、えこういうですね、ま、なんて言うんですか、ノベルティって言うんですかね、えっと、こういうですね、えっと、ギフトが届きました。ありがとうございます。くつわさんね。え靴くつわさんからですね、醤油の香ばしい味わい、くつわ日本製って書いてありますけれども、え筆箱版ですね、美味しい小判型あられーってのが届きました。ちょっとまずは開けてみたいと思います。はい。 シャットはい。ババン。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じです。おなるほど。ということで、中に入っているのは、もう本当になんか、あの、美味しそうなお菓子のパッケージな感じがしますね。えー、これは、ちょっと失礼してですね、ここで開けてみたいと思います。はい。ちょっと、はい。こんな感じで、えー、開けましたけれども、よいしょ。はい。こんなのが入っております。 ね、また多分、あの、ウェブでキャンペーンとかやるんじゃないですかね、これ。あの、なんかね、ツイッターキャンペーンとかの、えっと、ものになるんじゃないのかなと思いますけれども、こんなものが出てきました。まあまあ、持っといても仕方がないので早めに食べましょう。まあ、せっかくなので1個いただきます。はい。すいませんね、あの、こんな感じ。こんな感じです。小判型の、ね、おかきですね。美味しそうな感じですね。いただきます。はい。 うん。はい。すいません。あのね。えー、番組中で食べるのはまあね。まあ品のいいものではないですけれども、まあせっかくいただいたので食べてみました。美味しい。まあ本当に、あの醤油味のですね、えー、すごく美味しい、えー、おかきが入っておりました。ということでですね。うん。まあ筆箱型。うん。いいんじゃないですかね。 <laughs> この箱も可愛いですよね。まああの前にねいろいろとほらかまぼこだったりとかいろんなものを作ったりとかしているグッズワさんですけども今回はえ筆は小判ということで小判型のえおかきでした。まあ正月からめでたい小判型のあれですいませんあのちょっと喋り方があれになってるんださっき食べたからね。はいということでですね、まあ、こんなものをいただきましたありがとうございますということでですね。ええ <laughs> 今日は <laughs>、こんなお話でした。びっくりしたー。はーい。では、くつわさんありがとうございます。また、あの、よろしくお願いします。本年もよろしくお願いいたします。ということで、え今日はこんなお話でした。以上です。おやすみなさい。